ゼロパケットブラウザはガラケーの画面メモ機能をスマホで再現、サイトを一括保存して後からオフラインでも見ることができるアプリなのであります。1ページだけでなくリンク先も保存が可能、電車など電波が届かないところでのニュースチェックに役立ちます。タグ機能を利用すれば保存したものをジャンルごとに分類でき、目的のページを楽々探すことができます。ゼロパケットブラウザはオフライン閲覧、リンク先保存、時間を指定しての自動更新など全機能が無料で使えるおすすめのアプリなので